チュース。ピーソーケークの翔太です。ササンです。パサちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、各週奇数週火曜日、はい、料理動画投稿の日となっております。はい、で、今回は鍋最終章を、メインクッカーはクッカー朝ちゃんでございます。 TikToker を見て入れてますよ。クッカークッキークッキーではない。クッキー食べたいのを、はい、ステラおばさんが作ってくれるよ。ん、あなたよ、うん、あなた、あ、俺、あなたよ、はい、今日はごめん、ちょっとエプロン気になっちゃってちょっといじってた。あ、はい、本日は鶏胸とかキノコとかいろいろ使ったヘルシーなお鍋を作っていきたいと思います。ありがとうございます。鶏皮とかキノコの山とか、え、カロリーだけなど鶏皮とキノコの山をどうやったらうまくなるんだよ。わかんないです。煮たらキノコの山デロンデロンになるだろう。まあ、どうやって作っていくのか本編の方で説明します。はい、ということで本日は、はい、鶏胸とキノコのヘルシーみぞれ鍋を作っていこう。イエイ。それでは本編の方をご覧ください。どうぞ。はい、それでは材料紹介をしていきたいと思います。こちら鶏むね肉約 300g、 しめじ1袋、えのき1袋、エリンギ1袋、まいたけ1袋、大根約1/3、キャベツ今日使っていくのは1/4です。鶏肉をつけるのにブライン液を作るので砂糖小さじ3、お塩小さじ3、あとで計量カップで水200ml で、あと鍋にちょっとだしの味をつけるのでかつおだし小さじ2です。それでは早速作っていきたいと思います。まず一番最初に鶏肉をブライン液につけていきたいと思います。はい、こちらジップロックがない方は、密閉容器またはボウルでも大丈夫です。それでは鶏肉を切っていきます。鶏肉は皮を外しまして、ちょいと薄長めに切っていきます。だいたいこんなぐらいですね、1センチ幅ぐらい。このブライン液っていうのに鶏肉をつけますと鶏胸肉がパサつかなくなります。こんな感じで鶏肉が切れましたら、はい、ジップロックにお水200、砂糖小さじ3、塩小さじ3入れます。で、こちらを封入する前にちょっともみ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 とやって、しっかりと全体に行き渡るようにもんでください。これでね、つける時間が最初に切ってあるんで時短になります。ブロックの場合、つける場合は約1時間、こちらだと大体30分いかないかぐらいで柔らかくなるんで、ぜひ切ってからやってみてください。はい、それではキノコ類を切っていきたいと思います。今、しめじ、バラしたりするのは鍋に入れるときで大丈夫です。はい、今切っていきます。エリンギは半分に切って、こちらも1センチ幅、石突きがついてなければこのくらいのいい感じの大きさにバラしてください。はい、それでは次はキャベツを切っていきたいと思います。
たいと思います。ここを使うのは4分の1なんで、残りは冷蔵庫に入れておきます。で、お鍋の鍋との切り方なんですけど、まず蓋もで、残りを半分にして、残りを半等分に切ります。はい、これで OK です。はい、それでは、本日のラスボスにしてメインイベントの大根をおろしていきたいと思います。それではおろしていきたいと思います。はい、大根がおろせましたら、さっきつけてたこちら鶏胸肉の水を切っていきたいと思います。はい、それでは早速調理していきたいと思います。はい、それでは早速作っていきたいと思います。まずお鍋に出汁を溶かすのに100入れてください。で、ここに出汁を入れます。で、まだ火はかけません。火はこの後かけていきます。で、軽く混ぜますと出汁が溶けるので、はい、OK です。で、こちらにさっきのしめじをほぐしながら、で、えのきもほぐしながら、はい、えのきゾーンとしめじゾーンを作って、で、しめじの横にエリンギをガッと入れて、寄せまして、そうしましたら真ん中に先ほどの鶏胸肉を入れます。で、そうしましたら先ほどのキャベツでこれを全体的に上からこう蓋をするように乗せていきます。キャベツで蓋ができましたら、最後にさっきおろしたこちらの大根おろしを、絞らんの、え、絞んない、絞んない、絞んない、汁も全部使うから、こんな感じで。ただお鍋によってはね、こういう感じでこんもりしてしまうんで、最後にちょっとこうグッグッと大根おろしをちょいっと絞ってください。そしてこれで蓋をしまして煮ていきたいと思います。それでは一旦沸騰するまで煮ていきたいと思います。はい、沸騰しましたらこんな感じです。キャベツの方にもね、もうしっかりと火が通ってるんで、ああ、握力が。それでは早速食べていきたいと思います。ピースオフケーキ。はい、それでは早速オープン、ダーン、いただきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。真ん中にね、鶏胸肉が入ってるから崩してもらって、うわ、ファンタスティック。
鶏肉柔らかい、野菜も柔らかい、うん、野菜が柔らかいのはまあ煮たからね、おいしい。これ一味入れた方がうまいね、こういう系は。キノコがいい感じ。キノコもキャベツも低カロリー、低糖質、なんかね、胃に優しそうな味、うん。で、鶏胸肉も高タンパク、低カロリー、ヘルシー鍋となっております。で、軽く出汁入れることによって味ぽんをそんなにがっちり入れなくても食べられる。酸っぱいのが苦手な人も、うん、いいね。あのカロリー爆弾のスパゲッティ作ってた人と同じ人が作ったとも思えない優しい感じ。ありがとうございます。で、大根おろしは消化を助けてくれるんで、うん、文句なしやね。で、鶏肉もあらかじめブライン液っていうのにつけると、うん、パサパサしてないでしょ、うん、すんごいしっとりになる。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うまちです。大変おいしゅうございました。みぞれ鍋ポーノ。はい、ということでね。はい。すごくヘロスイーな、うん、お鍋が美味しかったですよ、うん。スーパーウルトラ超ハイパーすごい。何？なんかもうややこしいし。ヘルシーってことでしょ？はい。はい。まあでも鶏胸肉ね、ブライン液につければ。うん、あんだけ柔らかくなるんで、鍋に限らず炒める時も、うん、あらかじめブライン液作ってつけておくと、うん、柔らかくなるんですよ、うん、ぜひお試しください、はい、で次回からどうする？来たぞ、この料理動画の一番の難関難関ではない。え、だってヘルシーに作らないといけないでしょ。まあね、まあ、揚げ物ってのはまずないよね。じゃあ鶏胸肉を使ったもの鶏胸肉使った人に聞きたくないけど、どうすか？2回連続になるけど大丈夫？いや、逆にさ、鶏胸肉じゃなくて別のさ、鶏皮？違う、別の調理方法で。ぼんじり？違う、調理方法言うとるやろが。あ、で、ヘルシーのなんか作ればいいんじゃないですか。じゃあ何ですか？え？そこまで言うんだったらなんかあるんでしょ？揚げ物、揚げ物でヘルシーにって、うん、もう揚げ物の時点で無理じゃね。いや、そこはっていうか、朝ちゃんが揚げ物食べたいんでしょ。食いてめっちゃ食いて揚げ物。あのね、揚げ物ね、去年の年末からね、一切俺食ってねえんだ。え、揚げ物自体は食べれるの？そろそろ大丈夫かなとは思う。いや、いいんだろ、別にいいんですけど、揚げ物だから。ハイカロリーにならない揚げ物を考案するってことでしょ。うん、もう油揚げてる時点でハイカロリーになるんだよ。だからそれをどうするかっていうところです。じゃあ揚げ物じゃなくてもいいよ。諦めた。今さ、一番取っちゃいけないのがさ、摂取するのに気ぃつけなくちゃいけないのが糖質脂質なんだよ。うん、もうアウトやな。衣なしの揚げ物だよね、そしたらね。蒸す、揚げてねえな。やっぱ鶏胸肉っすよ。ささみ、豆腐とかは、ささみとか、豆腐、うん、あ、豆腐使ったなんかヘルシー料理とか、うん、やめろよ、ヘルシーなのにチーズを鬼の尿に入れてハイカロリーしてみたとかやめろよ、俺食えねえかんな。豆腐をまずチーズみたいに使っちゃう。どういうこと？豆腐を、なんかクリームチーズみたいにできるじゃん。あ、できるね。そう、それは、それは、それもうダメ。いや、あれじゃない、本当に知らんけど。いや、大豆製品はできれば毎食一品でなんか豆類は取らないとダメ。なるね、まあなんでもいいっすよ。じゃあ豆腐にしようか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ豆腐料理じゃなくて豆腐を使ったヘルシー料理。分かった。はい、もう大丈夫やって。何回、いや、強調しよう、強調していこう。分かりましたね。ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。次回の動画もぜひご覧ください。はい、それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他の情報は説明欄をチェックしてみてください。それではせーの、チャオ。